はい、皆さんおはようございます。カズノコです。今日はね、土曜日の朝でまたね、モーニング巡りです。今日はね、伊藤コーヒーかな、伊藤系かわかんないですけど、あ、ごめんなさい、喫茶系か、多分喫茶系っていうところにモーニング食べていくんですけど、なんかね、朝からおにぎり食べれるっぽくて、それがね、楽しみで今から向かってます。おにぎり2つとコーヒーとなんかおひたしみたいなのがつくみたいで、いい感じですね。これか。どう入ればいいかな。ここに止めましょう。はい、全然ね、あの伊藤系じゃなくて喫茶系ですね。はい、喫茶系に着いたんでね、ここでおにぎりのね、モーニングを食べたいと思います。はい、皆さんこんばんは、カズノコです。このね、 F900XR の、初回点検が終わってね、こんな感じで、右の方に持っていくと、はい、サービスリクエアメンツで、デューデイトがね、来年の4月13日で、あと9993キロで点検 を受けてくださいねっていう、表示になって、ここのね、警告が消えました。はい、で、初回点検の気になる費用なんですけど、まあ、交換部品がシールリングと、あとオイル3リットルとフィルター1リットル、1リットルがフィルター1って書いてあったな。で、はい、それで、全部でね、17,500円ちょいでしたね。なんで初回点検は、まあ、こんな感じで安いんですけど、まあ、問題はね、来年の1年点検なんですけど、まあ、田中っち曰く多分4万から5万ぐらいっていう話でしたね。まあ工賃かかるし、いろんな、交換部品とか点検項目ありましたからね。はい、ってことで今ね、17時54分で、まあ、18時ちょっと前なんですけど、まあ点検受けてね、ちょっと走りたいっていうのもあり、あとは最近僕ね、ラーメン福今更ながらハマってまして、あそこ安いしね、野菜が大盛りするとめちゃくちゃいっぱいもやしとかね、ネギ入ってるんで、あと味変、あとで辛味噌入れるとね、味がまたガラッと変わって美味しいんですよ。で、オイル交換してからね、まあこれブラシーボかどうかわかんないんですけど、まあ確かに軽い感じがしますね、バイクが。まあ初回点検僕1000キロ超えて、何キロだ今、1148キロ、まあ1140キロぐらい走ったんでね、まあ、150キロ近くオーバーして走ってたん でかつ800キロを超えたあたりからね、まあまあ割と5000回転6000回転回してたんで、まあだいぶそこで汚れがあったかもしれないですね。オイルの歩道に止めちゃいましょう。なんかなんとなく車のためにスペース開けた方がいいような気がして、この辺でいいと思います。もうそんなに混んでないですね。はい、今日はね、ラーメンとライスショーとゆで卵にします。理由は後でわかります。はい、あとね、麺固めでお願いします。あと野菜多めで。はい、ラーメン服でね、たらく食べました。今日はラーメン服の普通のメニュー、麺固めにしてね、野菜多めにして、でライスを頼んで、あとゆで卵
そのライスにもともとラーメン普通に乗ってるチャーシューとかね、あのもやしとかゆで卵を乗っけてセルフチャーシュー丼っていうのをやろうと思ったんですけど、結構ね器がちっちゃいからそこに乗っけるともうご飯ひっくり返せなくてですね、で辛味噌とかあえて食べたかったんで、まあ、そこを諦めて結局その出来上がったものをまたねラーメンに入れてラーメンライスにしてね、辛味噌たっぷりの辛い風味のラーメンライスにして食べたら、まあねお腹はち切れそうですわ。はい、なんでもう数の子は当分ラーメンフグはいいって感じですね。たまに無性に食いたくなるスギ焼き屋みたいな感じで、はい、もうちょっと当分いいかなって感じです。はい、じゃああとは家に帰りましょう。まああのね S10XR とかめちゃくちゃ速いんですけど、正直あそこの速さをね出せるところってあの日本のね道路で限られてるんでね、限られてるとか多分無理ですよ出すのね。165馬力をいつ出すんだ。しかも新しいね現行モデルになったやつは170馬力でしたっけ、175か分かんないけど、